今回は4ピースバンドレトロ理論に注目。レトロ理論さんはシンガーソングライターとして活動していた鈴音さんを中心に同じ音大出身のメンバーで結成された音楽偏差値が高いバンドです。昨年日本最大の野外ロックフェスティバルロッキンジャパンフェスティバルのオープニングアクト出演権をかけたオーディションで勝ち抜き急速に注目を集め、今年6月には東京と大阪で初の単独公演も決定しています。すごい方ですね。増井さん、レトロ理論さんのすごいところはどんなところですか？レトロ理論さんはですね、まず音楽性がものすごい高いんですよ。でその中でいろんなジャンルをこなすスキルをお持ちなんですよね、ミュージシャンとして。で今回聴いていただく楽曲っていうのはですね、その新しい彼らのまた一面を見せてくれた王道なですね、非常にキャッチな楽曲なので、歌詞がストレートで今マーケットでですね、みんながですね聴きたいと思ってる曲だと思います。深夜6時ぜひご覧ください。どうぞ。